どうもリズです。今回は国分寺駅に来てます。来ました。なんで来たかというと、早稲田実業の文化祭に行くからです。なんで早稲田実業の文化祭に行こうと思ったかというと、なんか前回早稲田中学の文化祭行った時に大学見たじゃん。うん、見たね。その時に大学の校舎がすごくいいなと思って、なんか立派で、で行きたいと思ったから。はい。まあ東大もいいけどね。そうだね。じゃあ、行きますか。早稲田実業についてなんだけど、はい。1901年にできたんだよね。うん、歴史あるんだよね。うん。でもさ、その時は、早稲田中学の中にあったんだよ。なんとね。うん。うん、そうらしいな。で、2001年に、この国分寺に、作った。ああ、そうだよね。っていう感じだよね。ああ、2001年なんだ。うん。ってことは割と新しめなの。だよね。で、まあ、この早稲田実業作ったのも大隈重信、やはりね、さすが。で早稲田実業ってさ、野球強いじゃん。強いね、強い強い、有名だよ。だから王貞治、ワンちゃんね、あとさ、あれなんだっけ、斎藤、ああはいはいはい、ハンカチ王子、あそうそうそう、とかもいるよね。おいるいる、まあ、名門だよね。この甲子園に何回出たのかな、40何回とか出てんじゃん。だよね。それぐらいの名門校。偏差値って65とか。そうだね、早稲田中学よりちょっと抑えめみたいな、控えめみたいな感じの偏差値だったよね。で野球以外の有名人、いるんだよね。おう、してるの？なんだっけ、前澤友作。おお。あなたお店。スタートゥデイ社長。ね、ゾゾタウンね。あと小室哲也。はいはいはい。なんか、結構知ってる人がいる。そういう意味で言うと本当な、日本に影響を与えた二人だよね。さ、実業って名前ってちょっとさ、わかる？難しいんだけど、お父さんも詳しく分かってないんだけど、その名の通りさ、要は社会に出てから、なんか役立つなんかスキルを身につける学校っていうのが元々なんだよね。ああ。だからもしかしたらさ、その前澤さんとか、ね、あと小室哲哉さんとかさ、本当なんか感化されるとこあったのかもしれないよ。ああ。実業家っちゃ実業家じゃん。もうまあ。確かに。前澤さんなんて もろね、ちょっと憧れてるわけでしょ。いや。あ、なりたいんじゃないの。いや、そんなん怖いです。これがそうかな。だよね。これ、交渉だよね。ちょっとそうだよね。多分。国分寺駅からは結構近いね。7分って書いてあったけど。文化祭、見るの終わりました。なんか撮影できなかったから。そうだね。外で。やってます。そうね。で、感想なんだけど、はいはい、なんか開始よりも人が多かった、多いよね。開始もさ、すごく人がいたけどさ、それよりも多かった。多かったな。廊下で人がすれ違えないぐらいだったよね、渋滞できるみたいな。で、初等部もあるから、その初等部の人も、いた、っていうので多かったのかもしれない。あ、そうかもしれないな。初等部、中等部、高等部って。確かに。で、中学は、奥の。ああ、茶色の建物。の一号館？そうだね。あそこがメインなのかな。で、その一号館には高校もある。ああ、そうね。あれ勘違いかもしれないけどさ、なんか中学のクラスと高校のクラスがなんか一緒になってたのかな、一緒って並んでなかったのみたいな。だよね。あれ勘違いかな、なんかそういう風に見えたんだよな。並んでたよね。なんか分かんなくなりそう。分かんなくなる。なんか
3号館まである。うん、で2号館が高校、うん、だけ。そうだね、うん、あとなんか食堂とかある、うん、で3号館が、うん、あの部活動の、うん、教室が多かったから。ああ、研究室みたいな、うん、あれ違ったっけ。そうでしょ、うん、そういうことでしょ、うんうん、数学の研究室とか、うんうん、そういえばさ、数学の研究室といえばこれほら、リュウ、あ、これすごいもの手に入れたよね。あのこれいいのかな、こんなの手に入れちゃって。だよね、うん、とんでもないもんね、これ、うん、ほら2025年度中等部入学試験問題算数。これ予想問題なんだよね。え流出したんじゃないのこれ。いや、違うでしょ。違うだよね。予想問題ですって書いてある。制度が考えたの。うん、これやったらバッチリだった、うん、予想だから当たってる可能性あるそうだよね、うん、面白いねこれね、うん、やってみようよ、うんうん、あのさ、うん、グラウンドどこにあるんだろうって思ったんだけどさ、思ってたよね2人で。ここなのかな。そうかもね。え、この奥が、え、奥から繋がってるよね。これグラウンドだよな。だよね。うん、立派だね。うん、見えない見えない、中が見えないけど。で、グラウンド開放したらさ、こんな立派なグラウンドだとしたら、で、うん、それが他のさ、文化祭って結構グラウンドでイベントやってたりするじゃん。ああ、あの、うん、なんか和紙とかとライブやってたり。そう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 。だからさ、校内に密集してさ、すごく人が多く感じるのかもしれない。だよね。うん。一番楽しかったところは、うん、あのね、うん、なんかお題を引いて、うん、なんていうところだ。壮実の犯行、うん、っていうの。ああ、はいはいはい。あれ面白かったね。うん、あの、お題を引いて、うん、で、その、そこに書いてあるものを探す、うん、っていうのかな、うん、で、なんか音楽流れてたよね。流れてたね。だってなんかカウントダウンとかあって、うん、焦った。そうだね。から、なんか、面白かった。そうだね。で、なんか最後の、場所に謎解きあったんだよね。あったね。うん。ちょっと解けなかったんだけどね。うん、あのさ、あそこのブース以外もさ、うん、なんかさ、その楽しそうに作られてるよね。何なんて、あの入り口のところの飾りの仕方とか、ああいうのがすごいなんか工夫されてていいなって思った。うん。うん、どこも頑張ってるよね。なんかそこの客を引くために目を引くために。だよね。うん。装飾とかさ。ね。で、あと。うん。あの算数研究会の、はいはい、あの予想問題、はい、あれもうちょっと解いちゃったんだけどお父さんがトイレに行ってる間じゃ、うん、暇だったから10分間解いたみたいな、うんうん、でさ全く解けなかった。え、そうなの。うん、でも最初の方はできんじゃないの。四角一四角二とか。いや、四角一も四角一からもう難しくて、四角一もできなかった、うん、本当に。うん、そんなにレベル高いんだ。うん、リュウな、小4とはいえ算数得意じゃん。うん、全く歯が立たないみたいな感じなんだ。うん、そうなの。まあでもさ、うん、あとさ2年以上あるわけだから、まあね、うん、実力つければいけるんじゃないかな、うん、軽く言うたって、まあ、うん、で、あの和数実業に入りたいか入りたいか。はい、入りたい。おお、なんで。ね、なんか、男女がさ、一緒に、作り上げてるというか、っていうので、あ、なんか、普通はちょっと、男子と女子に分かれてとかなるじゃん。あ、まあ、なりがちだよね。うん、確かに。だから、その、男子と女子混ざってできてるっていうのがいいと思った。ああ、楽しそうだよね、なんかね、うん、あの男の子女の子が仲良くてな、うん、ああ、その雰囲気はいいね。他にはないね、うんうん、っていうので入りたいと。おお、あれだね、これ2月1日だからね、ここも。だよね。2月1日って本当に行きたいところいっぱいで迷うね、これは、うんうん、すんごい迷うねじゃあ、はい、今度が終わりにします。はい、で、あの、なんか全国統一とか、うん、ってあげるよね。
ああ、全国ですね、うん、これから受けるんだよね、うん、あれ11月の3日かなだったかな、うん、うん、はいはい、それに受けて頑張りたいと思います。そうだな、うんうん、あと組み分けもあるか。あ、またね、うん、あの上がれるようにそうだな、うん、なんとかして上がらないとね、掃除受かんないぞきっと、うん、ね、じゃあ終わりにします。この動画が少しでも面白いと思ってくれたら高評価と、もしよければチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。